テルです、今日はセレブのハマトラ御三家っていうのをねご説明します。これセレブの生活ね、ブログがねオワコンっていうので池谷さんが言ってるので、もう確かにねアクセスはねなかなか難しいので YouTube に、どんどん移行していこうということで、せっかくある、ブログのですね記事をどんどん YouTube に持っていきますんでよろしくお願いします。今回はですねセレブのハマトラ御三家ということでね、まあ、横浜のセレブはね元町のまあ、ハマトラ御三家を忘れてはいけませんと、こういうことで、まあ、ハマトラって有名ですよね。横浜のトラッドっていう意味なんですけども、近くのフェリスのセレブのお嬢様が来ていまして、はい、で御三家というのはですね服装の用品店ね、これですかね、服装さん、はい、これです。これおしゃれなんですよね、服装さんってね、はい。それから、次が三山の靴、これね流行に流されないトラッドな、ね、靴なんですよ。これもねこうやって見ますと、よいしょっと、ほらクリアランスセールやってますよね。おしゃれなこのトラントな靴ですよね。お嬢様着ている着ているじゃない履いている靴ね。ということで、それから、あ、これは間違いんだね。それとですね、北村のカバンですね、これもトラッドなんですよ。見ていただきますね。はい。ずっとこれね、元町の北村って言えば、お嬢様のご指定のカバンでございます。おしゃれですよ。はい。これね。でですね、はい。で元町はね、もともとあの、異国情緒いっぱいでね、このハマトラの御三家のある元町、おしゃれな町、はい。1859年の横浜開港に伴いましてね、外国人の居留地を作るときに移転された村が元町の原点なんですね。内木パンとかね、スタージェリー、ポンパドール、石川町の駅、ね、ハマトラブーム、なんていうのがね、ありまして。まあ、非常に短いんですけども、まあ、今後ね、こういうセレブの生活のね、ブログを YouTube にしていきたいと思います。まあ、池谷さんが言うにはもうブログはね、なかなかね SEO ではもう上に行かないと、むしろ YouTube の方が上に行くという話でございます。それはね、SEO はねいいってことは法人が気がつきましてね、どんどん、1億円ぐらい予算を取ってね、1日300記事ぐらい上げてくるようなね、そういうのともう戦えないということですね。その点 YouTube は個人の中心ですので、まだまだこれからだと、 5G がこれから来ますんで、ぜひ頑張ろうと、こういうことなんで、私もどんどん、このセレブの生活もね、たくさん記事ありますんで、それを YouTube にしていきたいというふうに思ってます。まあ、これ、よければね、いいねを、そして、チャンネル登録ね、していただきますと、私にとってはですね、嬉しいので、ぜひ、次どんどん作っていくね、ネタになりますんで、意欲が湧きますのでよろしくお願いしたいと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。